テリトーはい、今日のテーマは、テニトークなんですけど、はい、シリーズ化しましょう。あ、分かりました。シリーズ化しましょう。はい、はい、時間制限時間5分で、まあ、テニスについてのこう、まあ、テニス談義じゃないですけど、いろいろこう意見交換だったり、こう、これのがいいんじゃないかっていう、こう話を、まあ、していきたいと思います。はい、今回テーマはテニスの最強の陣形。はい、ダブルス編、はい、まあ、いろんな陣形あると思います。平行陣だったり眼光陣だったり、何が一番いいのかなっていうのについて話していきたいと思います。それではいきます。はい、僕のタイマーで測ります。用意スタート。はい、最初の陣形についてなんですけども、そうですね、まあ、平行陣眼光陣いろいろ、まあ、2バックだったり、はい、まあ、あると思うんですけど、何が最強、なんだかんだ最強だと思う。なんだかんだ最強はやっぱり前のダブルゼーの形の眼光陣、あ、平行陣です。平行陣、はい、かな。平行陣でミニ眼光を作るタイプパターン。まあそうですね。なるほど。はい、が自分はいい。おお、ちなみにやっぱりプレッシャーかかるじゃないですか。はい、あとサービスダッシュしていけるで、この形作れるっていうのがすごい大きいかなと思いますね。3球目攻撃もできますし、やっぱ相手へのプレッシャーですよね。あと相手が準備できないじゃないですか。はい、このお礼返した時にやっぱ準備不足な状態で打たせられるっていうところが大きいかなと。なるほど。はい、僕はシンプルに眼光陣、シンプル眼光陣か、まあ、この年代とかこう、まあ、プロアマチュアによってもいろいろ変わってくる部分ではあると思うんですけど、やっぱり一般的に見てボレー苦手な方多いじゃないですか。そうですね。そうっていうのと、あと、まあ、これは年々やっぱストロークのパワーってやっぱ増してるじゃないですか。技術だったりストロークに関してはすごい技術が進化して、まあ、ラケットの性能ともあると思うんですけど、まあ、プロとかでこう見ていく中で意外とこう眼光陣、まあ、外の試合とかも見てて眼光陣で戦う選手増えてきたな。そうですね、まあ、圧倒的にこうストローク力が増してるっていうのと、やっぱこうボレー打たせてミスさせるってこともできますし、まあ、例えば眼光相手が平行だときでも片方ボレーで片方ストローク、まあ、ストロークで攻撃できますし、まあ、浮いたボールをボレーが決めていただくっていうパターンも取れますし、まあ、眼光眼光の試合でもやっぱりこうクロスラリー、まあ、ロブ縦のロブって使うパターンもあると思うんですけど、クロスラリーの中で相手がポーチっていうパターンも結構、まあ、眼光陣の中だと結構王道パターンだと思うんですけど、まあ、そういった面で結構攻撃力が高いのかな、まあ、ボレーヤーがしっかり仕事してくれればの話なんですけど、攻撃が高いなっていう印象はあります。そうですね、はい、でもプロのダブルスとかでも堂々巡りですよね。いや本当にそうです。が平行陣このダブルゼーの形が全盛期みたいな時もあるし、はい、ちょっと前だったり今もそうかは分かんないですけど、眼光陣ちょっと流行ってますよね。流行ってますね。流行ってます。流行ってますね。あといつだかの2012年ぐらいかなのツアーファイナルで、ツアーファイナル、はい、でダブルススペイン人の2人が優勝した年が確かあったと思うんですけど、あれ2人とも2バックで相手平行陣なんですよ。こういうことですか。はい、こういう戦い結構こう平行陣使うペアが多かった中、こうスペインなんでストローク結構強力なんですけど、ストローク上手い選手ばっかりなんですけど、2人とも下がってこうストロークだけで攻撃して、ストロークで崩して、で、まあ、時にこう縦のロブとか使って相手を崩していくっていう戦い方でこう勝ち進んでいった、はい、ダブルスを見て、あ、こういう戦い方もある。結構やっぱ平行陣のイメージが強かったんで、やっぱダブルスってなんかプロの試合とかもやっぱボレープロの選手すごい硬いプレーされるんで、その中でこうスペインのペアがストロークでこうボレーを崩していく、
ていうのを大体2012年ぐらいに見て、あ、やっぱ時代は変わってくんだなっていうのをすごく感じましたね。そこでサンスクビみたいな感じもありますよね。そうですね。具体的にどれとどれが相性悪くてみたいなのは、あ、もちろんそれはありますし、そのペアの相性だったり、そのね、個人の能力とかもある。もちろんボレーがすごい自信があるペアが2人揃ったら、それは平行陣の方が有利ではあるとは思うんですけども、はい、総合的に見たらやっぱこうストローク力が全然上がってるので、まあ、元気な方は学校人の方がいいのかなとは思います。あ、ちょうど5分です。あ、本当ですか。はい、はい、じゃあ結論を言うと、結論を言うと結論を言うと、まあ、自分の、はい、自分とペアの、そうですね、タイプ、タイプ相談して決めてください。そうですね。いや、もう2人ともボレーが得意だよって場合は平行線で言ったらいいです。どっちもできるよってなったら、まあ、戦い場ないろいろ平行陣でやってみるとか、眼光陣使ってみるとか、まあ、この試合の中でいろいろこう組み立てていただければなと思いますので、ね、ソフトテニスみたいに全員やる人、こうやる人って決めてもルール上何の問題もないので。はい、いますもんね、たまに。います、います。スタートとかやると、います、います。私全員やります、自分こうストロークやります。自分は多分ボレーですね。なるほど。はい、もうボレーに出たい欲はあるんですけど、なんだかんだ眼光で戦ってます。はい、そうですね。なんでまた皆さんにちょっと試合お見せする機会があればぜひちょっとチェックしていただけたらと思います。はい、はい、また次のテニトークでお会いしましょう。はい、じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。